どうも、お疲れ様です。暗号通貨ニュースでございます。まあ、私の動画をね、よくご覧になってくださってる方なら、私がね、Zinfin Network っていう暗号通貨投資、こちらの方をおすすめしていたのが、なんとなく思い出されるんじゃないですか。えー、ずっとね、この Zinfin Network っていうのは、1XDC というね、単位で、えー、表示されるんですけども、 ずっとね、1円前後だったんですよ。もう2円にはなかなかならないみたいなね。で、これが多分10円ぐらいに行くんじゃないのと。話半分でも5円前後で安定するんじゃないかなってことを散々パラお話してました。えっとね、YouTube 動画を探ってみると、上の方にね、私の動画いくつか出ます。えー、例えば1年前は ZinFin Network。これ211回再生ぐらいしかされてませんけども、人が注目しないからこその投資なんですよ。注目されだしたらもうね、チャンスがないですからね。 それから2年前はね、えー、こういうふうな今なら間に合う小資金投資というタイトルでお届けしております。そして、同じ時期に大穴狙いで行こうよみたいなこともね、お話しています。大穴狙い暗号通貨で行くんだったら、この Zinfi Network っていう無名の暗号通貨に投資したらいいんじゃないのと。で、しかもちょっと煽り気味に作ってる動画がね、1日で60万円儲かるなんてこういうと書いてますけども、まあ投資資金の金額によりますからね、これはちょっとね、えー、言い過ぎだったかもしれません。そして、 XDC の買い時っていつなんでしょうかってことでまあいつでも買い時だよとまだ値段が上がってないからと1円以下にはならないだろうけども10円ぐらいなんじゃないのみたいなお話をしていましたそしてなんかねいろんな情報を探ると30円とか40円の方に向かうんじゃないかなっていうことを考えた時もありましたけどもまあまあまあそれは言い過ぎだろうってこともね動画の中でお話してますなんか私しか上げてないですねこのゼイフィンネットワークの動画ね だからね、いかにね、注目されてないかってことなんですよ。でも、現在、ずっと1円をマークした XDC、ね、この Zinfi Network、一体いくらになってるのか。これをちょっとね、今回見てみようかと思うんですけども、ちょっと画面を切り替えてみますね。どうも、コインゲッの方に移ってきました。見てください。Zinfi Network、えー、5.37円でしょだから5円前後になったでしょ。うん。 で、チャートを見ると私が動画を作ってる時期からまだまだねしばらく経ってからもうねずーっと1円なんですよこれ見てくださいこれこんな時にいくら私が上がらず上がらずってってもねまあ注目されないのはわかるんですけどもでもその動画を見て買ってくださった方がいるから値段が上がって一時期はほら20円とかになってるわけですよだから私がね30円とか40円に向かうよって言ったのもう話半分ならまあそんなもんだというところなんですよでこっから利益確定がバンバン進んでね ま、その利益確定をしている人が <laughs>、私のね、視聴者さんにも結構いらっしゃったみたいなんですけども、やめてくれと値段が下がるからって言ったんですけども、まあ、言わないですけどね。まあ、値段が下がって、現在5円前後でずっと堅調に推移してるってとこです。そして一時期はね、Zinfi Network、うん、この100位にも入らなかった通貨なんですけども、現在は安定の100位以内で、現在86位です。だからね、あのー、 トップの方に50以上には上がってこないけども、100以下には落ちないよみたいな、この辺のね、私はね、まあミドルワークって言ってるんですけども、中間層ですよ。<laughs> つまり。えー、っとね、コイン結構で言うと、70代、80代、90代あたりの順位の暗号通貨で、まあ稼ぐのが粋なんじゃないかなっていうところでね、見てますね。えー、コイン結構改めて、XGC86 位まで漁ってみましょうか、バーっと行くでしょ。こんなにあるわけですよ。で、私が注目してたのが、 だからこの ZINFIN ネットワークに、まあ、可能性を見出してね一点張りしてからっていうものを軒並み上昇してるわけですよねでそこそこしか上がらないっていうのがポイントなんですよだからこのね ZINFIN ネットワークが圧倒的に支持されてあの目立つような金額までいくとまだクジラの問題が出てきて厄介になりますんでこうやってね時には70位前後時には80位前後で90位とか100位になったら買い時みたいな感じで。 私の場合はね、人品ネットワークを考えてますね。人、う、品、ん、ネットワークなんて聞いたことないでしょ。でも私の放送見てると、私がね、激推ししたのがわかると思います。まあ、それはですね、こちらの動画で私がどん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 リリースしてるところでも証拠が残ってると思いますけどね。まあ、とにかくね、こうやってね、あの、自分だけの見守り通貨を持っていくってことが大事だったわけですよ。今からはちょっとわかんないですよ。今からはもうね、あの、 上位のイーサリアムとか ADA とか XRP がいいと思いますけどもね。うん。だからなんかね、人が暗号通貨の話題を忘れた頃に、そっと入っていって、盛り上がった頃に決済するわけですよ。まあ、これ以外にないと思いますけどもね。はい。じゃあ今回は以上でございます。ね。Zinfin Network XDC。今名称が変わりましたけども、よかったでしょ。ね。お疲れ様です。